この動画見てくれてる人たちって天才？再び登場したカリバーの中身、一体誰なのか、アンケート結果発表。焼きナスって美味しいよね。どうも、しょっちゃです。突然焼きナスの話したんですけど、特にね理由はありません。今日朝食べたっていうだけです。ナスビって何が一番美味しいんでしょうかね。ナスの肉味噌炒め、それとも煮物、やっぱシンプルに揚げナスとか焼きナスとか、そんな感じ。パスタに入ってても美味しいか、まあとにかくナスビ大好き。そんな本日は、何がそんな本日なんですけれども、火曜日です。アンケートの結果発表と新しいアンケートいきますよ。皆さんいつもありがとうございます。では行ってみよう。そろそろね、このね、行ってみようの後とか、何か場面切り替わる時の中間にね挟む動画、あれね、なんかね変えていこうかなと思います。いつも同じだよね。あのカートにね、アナザーライダー乗ってるやつか、しょっちゃんが鳥さんたちとね、何でもないことが幸せなことだなと思ってぼーっとしてるやつね。あれも飽きたよね。そろそろシミもねやってきたことだし、変えていこうと思います。では本題に入っていきましょう。今日は仮面ライダーセイバー第24章に登場したカリバー、一体誰だと思うっていうアンケート取らせていただいたものの結果発表でございます。今回84票入っております。84名の方どうもありがとうございます。グッドボタンがなんと11個、11名の方本当にありがとうございます。では見ていきましょう。まずは本日3月2日、だいたいね11時近くのものになります。結果見ていきましょう。はい、こちら。もうね、昨日の動画でも言ったけどさ、みんなさ知ってんの、これどっかから漏れてるの、ネタバレどういうことって思うくらい、タッセル 70% ダントツで、24章の最後タッセルの部屋空っぽだったよね。すごいな、みんなどういうことっていうか、タッセルやっとなんて言うんでしょう、現実世界っていうか、あのトーマたちのいる世界に現れたっていうことなんでしょうか。でもね、トーマをね攻撃したんですよね。どういうことなんだろう、もう気になる気になる気になるんだけど、っていうかタッセルの部屋が空っぽだったからといってタッセルだとは限らないしね。でもみんなタッセルって言ってるから、タッセルなんだろうな。いや素晴らしい、そんな素晴らしい方にアンケート投票していただいて、この動画見ていただいて本当に恐縮です。ありがとうございます。じゃあ続き見ていきましょう。2番目に多かったのが 12% 上条大地、上条さんですね。で次が謎の兵士で、最後が2人とも 5% で、新大霊華マスターロゴスということでした。で新大霊華はなんとね、仮面ライダーサーベラ、びっくりだよねって、もうコメントでさ、ネタバレ書いてくれた人いたよね。うん、なんかでもほら実際に目で見てないから、コメントでもらってもへーそうなんだぐらいで、なんかネタバレさせられたみたいな気持ちはないからいいんだけど、いやみんななんで知ってんの、そんなにネタバレサイトとか見てんの。あれね危険だからね、しょちゃんはね、なるべく見ないんですよ。たまたまね、見ちゃうってことあるからね、気をつけなきゃいけないんだけど、そういえばさ、セイバー制作発表までウキウキワクワクで待ってたのに、なんかいろいろ調べてたら、制作発表の前にセイバーの見た目見ちゃったっていうね、あれはショックだったなぁ。まあまあそんなことはいいか。はい、ということでね、今日の結果としてはタッセル 70% だったんですが、日曜の24章が放送されている頃、この時のですね結果も一応スクショ取っておきました。はい、こちら。タッセル 68%、 上条さん 13%、 謎の兵士 9% で、新大霊華マスターロゴスが 5% という結果で、まあねほぼほぼ変わらないんですけれども、放送後にタッセルだなって思った人が増えたっていうことなのかななんて思います。皆さんアンケートご協力ありがとうございます。しょっちゃんもねタッセルな気がする。タッセルじゃなかったら一体誰なんだね。そんな感じでございます。では新しいアンケート行ってみますよ。新しいアンケートね、今回ね楽しみよ。新しいアンケート発表していきます。本日3月2日なんですけれども、明日3月3日はおひな祭り、女の子のお祭りですね。ということで、女の子といえば仮面ライダーのヒロインね、みんな大好きヒロイン。今日は皆さんにこんなアンケート、好きなヒロインは誰、好きなヒロインは誰っていうことをアンケート取らせていただきます。
でまあね、たくさん仮面ライダーってたくさんヒロインいるんですけれども、一番最近のね5作この中のヒロインから選んでいただきたいと思います。では選択肢こちら、まずはセイバーのメイちゃん、須藤メイちゃんです。続きましてゼロワンのイズ、アズ好きな人もイズに入れていいよ。で次がねジオウのツクヨミで、その次がビルドのミータン、イスルギミソラちゃんですね。そして最後エグゼイドのポッピー、ポッピーピーポッパポーです。この中から皆さんの好きなヒロインを教えてください。いやしょっちゃんは悩むね。イズちゃんめちゃめちゃ推してたんだけど、でビルドのミータンもすっごい好きなんだけど、でも最近はメイちゃん好きなんだよね。あの元気なパワーに満ち溢れてる、みんなをね元気にさせてくれる、笑わせてくれる、そんなね頑張り屋さんのメイちゃん結構好きですね。そういう方もいるのではないでしょうか。皆さんメイちゃん、イズちゃん、ツクヨミ、ミータン、ポッピー、この中から選んでください。いや本当に好きなのさこの中にいないんだよねみたいないるかもしれないですけれども、すいません今回はねこの5作の中から選んでください、お願いいたします。締め切りはまた火曜日になります。火曜日はねアンケートの日ですかね。3月9日火曜日朝9時頃までのものを元にアンケート結果発表させていただきますので、お楽しみに。ということで今日はこの辺で失礼いたします。今日も最後まで見てくれてどうもありがとう。本当にねアンケート楽しい、皆さんとね交流してるっていうのがねすごくねいいよね。今回もコミュニティ欄でやっておりますので、皆さんもぜひぜひ投票してください、お願いします。そんじゃまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。